おや、皆さん卵で何かやってますね。ん、調理用ラップを、うん、伸ばして、プラスチックのコップにセット、そして、ああ、何か美味しいものを作ってくれるのかな。料理じゃないんですよ、これ料理じゃないんですよ。じゃあ、何？あ、ニワトリを、生まれさせるための作業です。え？どういうこと？これ、この状態から。そうです、この状態から生まれます。そう、本当です。証拠がピロッて生まれてる。実は彼女たちはこちらの高校の生物部。なんとラップを使った方法で世界初、殻なし卵からヒナを返すことに大成功。海外の研究者も注目しているんです。顧問の田原先生に話を聞いてみると、透明な容器でヒヨコになるまではもう全部が見える、しかも生きた状態で誕生まで祝える、どう変化していくか分かります。早速その様子見せてもらいましょう。とその前にちょっとクイズ。皆さん、ひよこになるのは卵のどの部分か知ってます？君の部屋。正解は卵黄ではなく、これ直径わずか3ミリの胚盤です。実はこれがひよこの元なんです。では卵を温めましょう。3日目。うわー、すごいね、動いて。早くも心臓が生まれて動き始めました。うわー、うわー。5日目。いや、すごい。先生も思わず、素晴らしい映像だな、ね、すごすぎ。さあ、では卵全体を見てみると、卵黄が随分とビッグサイズに。卵白はほとんど見えなくなりました。そうこうしているうちにどんどん成長して、すごいな、手羽先だ、手羽先だ。21日目。本当に殻なし卵からヒナが帰っちゃいました。すごくない？はい、こっちだよ、おいで。おお、来たか来たか。うわー、早い早い早いわー。